GR スープラ、これが GR スープラの走りだというところを斉藤大吾見せることができるか、その1本目です。バーッと入ってくる、どうだ、そして振り返してくる、このままの状態でギリギリ。これは昨日よりもまだ置いてきたところはありましたけれども、これで置いてる、はい、まだ置いてんだこれで、それでも相当いい得点が出てくる。斉藤大吾見せてくれるんですよね。さあ出してくれるか、ファットファイブレーシング GR スープラモンスターエディション、斉藤大吾どんな走りをするのか。1本目 98.8、 さあ2本目、この家族からバコンとくる、どうだ、踏んでる、踏んでる、踏みっぱそのまま追い込んだ、どうだどうだ、これなら終えてスタート地点に今2台のマシンが並ぼうかというところ、あ並んでる、はい、映し出されております。斉藤大吾バイカズヤ、はい、それでは参りましょう。オートポリスベスト16トーナメント最初の戦いです。カーナンバー87斉藤大吾 VS カーナンバー81バイカズヤ。さあいよいよ一組目、今ゆっくりと動き出した。斉藤大吾単走第1位、そしてギリギリ16位でバイカズヤが残った。ベテラン YAT SR エンジン搭載が、さあ GR スープラクー、はやめる、うわバイカー走り搭載、いや頑張ってついていったんですけどね、今バイ選手もついていこうというところ、しかしここは飛び出た。さあ大きなる差がつきました。そしてやっぱり単走通りの走りを見せましたね。これ99点が、これ小数点出てませんので、99点いくつなのかというところもありますから ねドスのすごい点が出ていたのかと、単走としての走りもすごい、はい、いうところだと思いますけれども、大きな差がつきました、はい、アドバンテージ斉藤大吾です。さあそれでは入れ替えいきましょう、はい、さあ両者見合って、今シグナルがついてスタートしていきました。入れ替えの2本目、今度はバイカゼア180が前、そして後ろから GR スーパー斉藤大吾、さあ後追いではどういう走りを見せるのか。大きなアドバンテージを取って、まだ斉藤大吾、そして斉藤大吾、もう全開で行くしかない。バイカゼアはコースアウト、勝ったのは斉藤大吾、遠いでも99点出たんですね。うわすげえ、